続いてご紹介していくのがエテルニテという新作商品シリーズになっております。まず写されているのがこちらがバッグですね、はい、メッシュになっている、はい、コーティングされているので、こっちがスーパーバッグで使えるタイプになっています。旅先とかでも重宝しそうな形のバッグになっています。メッシュになっているんですね中が、はい、でこちらの方も、はい、A4 トートのコーティング加工です。なるほど、ちょっと雨の日のお出かけとかでもおすすめかもしれないですね、はい、で続いて下の方がエプロンですね、はい、エプロンが2種類提案されているような形です。はい、カラーリングは2色ですね、はい、でこちらが実際に着用してみた形になっております。可愛いですねどちらも。そうなんですちょっとレトロ感もありつつ可愛らしさもあるようなワンピースっぽい形のデザインのエプロン2種類になっております。そしてこちらに行って食器ですね、はい、食器もいろいろ展開しておりまして、プレートのこれが今 L ですかね。 L です。でこれが S サイズ、はい、あ、すいません、こっちが L で、あ、こっちが L か、でこっちが M、 M サイズですね。でこっちがカレーパスタ皿で、はい、になっております。ちょっとカレーパスタ皿の方がこう深さがあるような形になっております、はい、でこちらの方がボールですね、はい、結構意外と使い勝手の良いサイズ感。でこちらマグカップですね、はい、もう上品な形で形になっております。でコースター、はい、これもの加工コーティングされてるので水はけがいいタイプで、いいタイプになっています。大きさも3型あります。プレイスマットが3型あります。コースターサイズのものが S サイズ、はい、この食器の形に合わせたちょっと大きめのものが M サイズ、はい、してるランチョンマットぐらいの大きさが L サイズとなっております、はい、もう色によって結構雰囲気が異なりますね、はい、かなり個体差が出ますね、濃淡が少し。なるほど、あ、そうですね、この辺の色ムラっていうのも個性として楽しんでいただければっていう形ですね。値段もお手頃なので展開しやすいですね。確かにカレーパスタ皿でも1000円台ですもんね、はい、非常にお手頃です。ぜひよかったらご検討いただければと思います。